できてるけど、なんかもう、本当ですか、なんかとりあえずなんか、怖っってなるんですけど、うん、そうするんですよ、ね、そして、で、その中で見て、おお、でこれ下手なんですけど、人を持つとこう持ってこうやっちゃうんですよ。ああ。で今ちゃんとこう持つから料理はちょっと得意だったし。ね。これはそのままいいナイフに使って。ちゃんと刺せて切れるってことじゃないですか。ああそうか。あそういうことか。じゃあ料理ができるとナイフは持てるっす。ナイフの使って変な人を見つけたらなんか料理済ませる。ああなるほど。じゃあ、とりあえずキャプチン先切りから始めなさい。じゃあ、あれなんですね、世の中の奥様方はナイフを持ってたら達人女の人でナイフの使い方やらナチュラルにうまい人がよくいますよね。料理をするとナイフがうまくなる。そう、うまくなる。なるほど。でもやっぱ棒を持つことはないですよね。あ、これないですね。で、だから傷つけない使い方として、例えば足がこう持ってきたりしたら、どういうふうにできるんだろうっていうふうにちょっと考えてみるんですよ。自分が考えるって言ったことか、こっちの方が。そうそう、そういうことは、今ちょっと崩れたりしますか。それをさらにこじらせていくっていうか、もうちょっと崩していくんですね。こっちの右前を使っていくと。で、自分でも巻いていくと、こっちの方が巻いて、そうそう、で、押さえていく。物を使うってことは発想が今までないんで、すっごいバカなんですね。こうみたいな感じでこうやって、そうですね。あれも難しいな、これ。なんか手以外のものを使う方が難しいっすね。意外にそれね、体があるあるです。もうなんかこうやるぐらいだったらもうこうやりたいみたいな。そうそう、また出してみましょう。こうやって、そうですね。あ、難しい。
されて、これで、その動きと切り離して飛ばすとバレちゃうっていうことするんで、なので、この、押される動きの中で見えてる。ああ、はい。はい、うん。ちょっとこちら側でやってもらっていいかもしれないですけど、この状態で、そう、押されて、連続してもらって、押される。で、その動きの中で出してるんですね。はい。こうやっちゃったらバレちゃう。そう、バレちゃうんですよ、はい、だからそのおしゃべりの中でいつの間にか手に入る、はい、っていうふうにしたいんですね。ボンディングブースの、あ、で、これで、まあ、抜き方のポイントがあって、はい、握ると肩に力入っちゃうって言って、回ってくるのくれちゃうから、はい、本当に挟む感じなんですよ。ああ、うん、で、あとはこう押しされるじゃないですか、押されて、この時に手が後ろに行くから、それで抜いちゃって、ああ、うん、本当にこう挟むぐらいで、はい、うん、何回か行くんですよ。じゃあ、僕にちょっと直して、座らせてもらって、で、ちょっとまず自分で一人で、そう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 、そう、うまい。うん、うん、ああ、なるほど。そうですね。そもそも道具を持つっていう行為自体にやっぱ慣れてないですね。違和感ない。違和感ない。こっちはやっぱ持ってます。うん。あとね、これだけすれば、はい、こうしても見えるんじゃん、こっちで。ありますけど、こうじゃないですか。うん、で、腰がこっち行きながら手が例えばこういうふうに行くと、はい、半分向いて抜けるんですよ。ああ、なるほど。まあ、はい、日本刀の。ああ、馬刀の、はい。まあ、例えばこう押されたりした時にこうしゃがむっていうことで。ああ。で、ここにキープして自分しゃがんじゃうと、はい、抜けるとか。はい、あとはまあ単純なんですけれども、このズボンを下げるっていう。ああ、なるほど。帯を下げる。そういうふうに、なんか、肉体重のショートカットの方法はいくつかあるんですけど、ね、こう抜くだけじゃなくて、うん、押されたのにこう抜く。そう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 。ああ、なるほど。ああ。そうしたら、スムーズに抜ける。確かに、確かに。そうですね。うん、確かに。もうなんか、押されたらこうっていうふうに考えてましたけど、確かに、こう。ああ、いいですね。肌、抜きやすいですね、これ。うん、本当だ。あと、例えばこうやって、こっちの足を抜くだけで。ああ。そう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 。ああ。ナイフの抜き方はね、考えたよ。確かに、こう持ってこう、本当に抜けますね。うん、そうすると、この向きが相手に割れちゃうから、だからそれをなるべく最低限に、他のところを使って抜くっていう仕組みなんですよね。そもそもナイフとかを持って、こうしたことさえないんで、まあそうですよね、抜き方を初めて考えた。これすごいあるんですよね。で、持ってても、出さないとしょうがないから。確かに、そうですね。護身のために持ってたところで、抜けなかったら使いやすい。じゃあ、実践編に行きましょう。はい、やってるのが、バンバンバンって打ち飛ばしてるので、その中でナイフを抜いて、さっきのやつで僕の手足にできる。いますよ。お願いします。じゃあこうしよう。ちょっと難しい。ちょっと待って。
難しいですね、やっぱり。うん。でもう一回いきます。はい。もっとこっちを行きますか。あ、はい。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 うわ、失敗した、ごめんなさい。本物だった時に制圧しようと思っても、うん、今多分普通にやったら歯刺しちゃうと思って何ならこの切っ先を相手に刺さないようにこうするだけでもあの中でやろうと思うと経験がないと意外と難しいです。そうだね、ああ下手にナイフを使ったら危ないですね。だから武器はその本当にその殺傷能力を発揮しないために練習するっていう感じなんですね。なるほど、確かに練習しないと、コントロールできないから人は悩んでるじゃん。そうですよ。へえ、なんか新しい勉強ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これだと軽いんですか。ああ、聞いてない。こっちだと軽いんですか。わかるんです。本当だ。これがないと、ないとこれ、はい、で、組み手でしかできたら、このまま飛び膝でガッてやれば、もうこれで死んじゃうんです。おっ、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。いやもうなんか、ナイフ初体験だったんで、全く知らないことだらけで、面白かったですね、はい、なんか、そう、練習しないと相手を傷つけちゃうっていう発想っていうか、その考え方というか、なんですかね、そういう発想さえなかったんで、ああこれ、意外にナイフって、練習してない人が使ったら、本当に単なる狂気にしかならないなっていう、抑止力というよりも、使ったらまずいっていう感覚がありましたね。はい、これはちょっと、武器は使っちゃんと習ってからにし、でも使う場合は使っちゃいかんすけどまあでも制圧するしようと思ったら習ってなかったら武器を持たずに制圧するというか相手を殺めてしまうから使わない方がいいっていう感じですね、うん、そうですね、まあ、まさに矛を飛べるってやつ、ね、ああちょっと武器術奥が深いなと思います。本当に素で素足でしかやったことがなかったので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、この後、概要欄にあってシスマ東京チャンネルをクリックして、見ていただきたいんですが、もうあれですね、いろんな格闘技の達人の方々と、コラボたくさんで北川先生の本当興味の赴くままにリクエストをしまくってるんで、まあ、その何つうかね、学びに行く姿勢だったりとか、まあ、先生がどういうことを気にしてるんだろうっていうのを見るのも結構学びがあったりすると思いますので、ぜひ北川先生のチャンネルの方も見てみてください。日頃僕のチャンネルは、誰でもすぐに再現可能な技術解説など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の未来技術を見逃したくない方はぜひいいねボタンとチャンネル登録して勝手克服と YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすおっすおっす、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー面白いなやっぱり。